なんか面白い動画ないかなぁ。ん？会見解散。え？は？なんか意味深な数字あるな。なんかこの日に復活しそうだな。ちょっとびっくりした分意地悪してやろ。よし、こんな感じでいいだろ。なんか釣れたぞ。引退しても元気だな。まあ、折り返して、こんなんで釣れるわけ。ちょろいな。ちょっと面白いからもうちょっと煽ってみるか。なんか主張がしっちゃかめっちゃかになってきたぞ。なんやかにありまして、本日の動画はタイマン企画。お相手は、絶対に復活してから絡んできた方が良かったであろう。会見の件の方、ケンゾーさんです。この人ツイッターでセラフィムロジャーでマンスコ取りまくって、リキリキラカちゃんと上手い人です。それでは圧倒的不利調で涼し工場キャラタイマン、ハッチマルよ。今回はワンパン性能高めのレイジュさん連れてきました。お相手はセラフィムさんですね。キャス回ミスったらセスカで試合終了です。まあセラフィムの攻撃は止まって打つので回避しやすいから、割となんとかなりそう。遠距離がかなり厄介。こっちからは先に仕掛けずジャス回で詰める予定。ああ。それでは今回はこれで終わり。チャンネル登録高評価するとガチャの排出率が 3% 上がります。Twitter もやってるので概要欄からフォローしてね。それじゃあ次回の動画まで。バイバイ。早い早い早い。ジャス回ミスったんだから終わりやん。ほらね。はい、というわけで食の関係上、会見の会の方、解剖さんにも来ていただきました。剣道に普通に負けてて後がないので、無敵スキルを失礼てきた。属性不利ですがシャンクスの強襲に合わせれれば勝てるので、頑張っていきましょう。前回の会見タイマンコラボも見てください。解剖さんと戦いました。今回も時間とかではなく出会い頭試合開始なので、前回とは違う感じになりそう。シャンクスの気絶付与されないことを願って頑張りましょう。今回もジャス回メインで詰めます。これさえ良ければ。よっしゃオラー。回避がないので離れるふりで、読み通り。あっぷねー。それじゃあ今回はこれで終わり。チャンネル登録高評価するとガチャの排出率が 3% 上がります。Twitter もやってるので概要欄からフォローしてね。それじゃあ次回の動画まで。バイバイ。